どうもこんにちは、まなです。今日は、まあ、この服を着てる時点で皆さん分かってると思うんですけど、脇毛の日です。で、5週間経ちました。で、今回は、まあ、いつも5ミリぐらいずつ伸びてるんで、最近なんでもう2センチいったんじゃないかなって思ってますまあ実際に見てみたいと思います。それがこちらです。まあいつもツルツルの方から見せるんですけど、もう変わんないんで、ツルツルの方はこちらの脇毛を見せたいと思います。先にもうやばくないですか、絶対2センチぐらいありますよやばいですよね、もうめっちゃ伸びました。なんで、まあ、実際に測ってみたいと思います。一番長い毛を抜いて測ってみました。そしたらなんと 2.2 センチありました。イエーイもう驚きました前回が 1.5 センチだったんで7ミリ伸びてました。やばくないですか、もうやばいですよね、伸びるスピードがなんでもう除毛シート使えるんで実際に試してみたいと思います。では早速除毛シートを温めていきたいと思いますめっちゃ1、2、2ちょっと待って4 ちょっと待って、5、6、7だんだん増えちゃう待って、もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10よし、ちょっとこれでいけると思います。やっちゃった最悪、まあいいや、これやるんだよな、ベトベトになるんですよ毎回毎回。どうですか、やばくないですかこれじゃあこっからまた5分ぐらい待っていきたいと思います。5分経ちました。なんでちょっと剥がしていきたいんですけど、この間コメント欄になんか一気に剥がした方がいいとか書いてあったんですよ。なんか私いつもこうゆっくり剥がすじゃないですか、あれがダメなのかなって思って、ちょっと今から一気に頑張って剥がしていきたいと思います超怖いんですけど大丈夫かな。で、まあ毎回のようにここが赤くなってベトベトになるんですよね、これもうやだ、皆さんちょっと待ってねちょっと勇気がいる、一気にでしょ、痛いんだよな。よくカットバンとか剥がす時あるじゃないですか、あれも痛くないですか、毛があるとこに貼っちゃったりするとやばい痛いみたいなで、私こうゆっくり剥がす派なんですけど、皆さんどっちですか、一気に剥がすタイプとこうゆっくり痛くないように剥がす人なんかいろいろ言いますよねまあいいや、どうでもじゃあ頑張って剥がしていきたいと思います運命の瞬間ですねこれいきますね、頑張ります、せーの、痛い、超痛い、やばい、めっちゃ抜けた超痛い、あ、でも残ってるとこは残ってますねでも見てくださいよこれ、めっちゃ抜けましたよ、やばくないですか、
超ビクったこんなに抜けるとは思ってなかったですよ。これちょっと成功なんじゃないですかね。すごい超痛いんだけど絶対赤いですよね。ちょっと見えないんですけど、私のとこからめっちゃ赤くないですかちょっとこのベトベトを取りたいと思いますめっちゃ痛かったもうマジ血が出ると思ってたんですよ。でも出なかったですかね。ちょっと見えないんですけど私からもうやばいんですけど、超痛いんですけど、めっちゃ取れるとは思ってなかったんですよ私。絶対抜けないかなって思ってたんですけどめっちゃ抜けてびっくりしました。あ、なんかついてるって思ったら自分の脇毛だったっていうもう本当に痛い。めっちゃジンジンしてますよ未だに。これちょっと塗るのも痛いです。なんかこの辺が痛いでもちょっと私から赤いのが見えないんですよねもう本当に痛かったでも本当に一気にやると取れるんですね。やっぱゆっくりだと取れないんですね。マジ一気にやってよかったです抜けたんで成功じゃないですかこれ初めて成功しました。なんでもう剃れますちょっと残ってますけどね今ちょっとベタベタを落としたんでどうですかね。まだ結構残ってますかね20本とか30本ぐらい残ってますかね。でも私これ絶対取れないと思ってたんですよ。なんでなんだろう、普通にカミソリとかを買ってきちゃったんですよなんでせっかくなんでちょっとこの残りの毛を剃っていきたいと思います。出てきちゃった泡がやばいちょっと拭いてから持ちたいと思います。どうですかね。ちょっと拭いてみますね。服についちゃった泡がよし、これでどうですか、綺麗になりましたか。ちょっと鏡ないと分かんないんですけど多分綺麗になったと思います。もう5週間ぐらい剃ってなかったんでやばいですよじゃあこんな感じで脇毛のシリーズは終わりなんですけど、まあまたもしコメント欄とかにもっとまたやってくださいみたいなのがあったらまあやるかもしれないんですけど、まあ多分夏はやんないです多分冬限定になると思いますやるとしたら。でまあこれは成功でいいですよね結構抜けましたよね。本当に痛かったこれは多分しばらく痛いですよこれ脇が。でまあこれを視聴者プレゼントしたいと思います。イエーイ、誰もいらないと思うんですけどまあそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。